こんにちは、こんばんは。シンピーです。本日5月17日、なんとこの度チャンネル登録者数800を突破いたしました。はい、というわけでね、概要欄に、ね、記載されている日、ちゃんとね、本日は5月17日の22時48分にね、撮影をしているんですけども、なんと800に行ったのは朝の8時です。相変わらずね、咳がちょっと治らないんですけども、体調を崩しながらもですね、 YouTube 活動を頑張っていたら、まあ800人行ったんですけども、今までのように100人、200人、300人、400人、500人、600人、700人とね、この後に喋ってきたこと、やったエピソードをね、話したいなと思うんですけども、ちょっとまだ話すのはやめようかなと思っております。なぜかっていうと、私準備年内ね、チャンネル登録者数目標を1000人としてね、掲げて今活動を頑張っているんですけども、今ここで何かを話すんじゃなくて、1000人に突破した段階でしっかりとね、自分の気持ちを、その時に率直にお話ができたらいいかなと思っておりまして、まあ、今までのやつも率直にちょっと話してはいたんですけども、1000人は1000人ちょっとまた別でね、違った気持ちがあると思うので、800人と900人をちょっと我慢して1000人の時にね話そうかなと思っております。ですのでね、本日はねここまでとなってしまいます。そして1000人を行ったタイミングで、まあ何かいろいろなご報告がね、できたらいいなと思っております。そしてゴールデンウィーク明けからね、ずっと今ね日本投稿していて、お昼結構ねバラバラになっちゃうんですけども、まあだいたいお昼は2時から4時ぐらいの間に投稿していて、夜はですね、まあ、曜日におったらね、しちゃうんですけども、夜の1時からだいたい9時ぐらいの間にね出てるって感じでして、お昼のね今日も2時ぐらいやったかな投稿をねしたんですけども、3時ぐらいでね約1時間で1000再生を叩き出すことができていて、今これ現在ね撮影しているこの現在の、チャンネル登録者数が、はい、こちらです。822人。本当に、ね、本当にありがとうございます。それと同時にですね、そうですね、チャンネル登録者数が、700人超したよっていう動画がですね、62回、どんどん登録者数が増えるにつれて、徐々にではありますがショートとプラスしてロング動画の方も見ていただけていて本当に嬉しいです。ということでね、本日はこれで終わろうかなと思います。ちょっといつもよりね短いんですけども、ご視聴ありがとうございました。私神秘年内チャンネル登録者数ね1000人を目標に活動しております。よければ、チャンネル登録、そして拡散などよろしくお願いいたします。この動画があったら高評価、チャンネル登録、そしてコメントもどしどしよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゅんぴーでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。